古泉橋から見る駅構内の様子東新川駅は山口県宇部市東新川町にある西日本旅客鉄道宇部線の駅である相対式ホーム2面2線の交換設備を有する地上駅下りホームと上りホームとは新山口よりにある古泉橋で連絡している宇部新川駅管理の無人駅駅舎は2カ所設置されている西口駅舎にはかつては 簡易委託駅により、ポス端末が設置された窓口があったが、2012年9月28日に無人化された。東口駅舎は、上市の管理業務委託施設である。両駅舎とも、自動券売機が設置されている。東口は、隣接する、中央公園が、第66回国民体育大会のソフトテニス競技会場として指定されたため、 同公園へのアクセス手段として設置が決定し、2011年10月1日に共用を開始した。東新川駅の改札口はこれまで西側にしかなく、駅の東側へは狭い歩道を通り踏切を渡る必要があり不便であったため、近隣住民から新たな改札口の設置要望が出ていた。案内状の乗り場番号は設定されていない。1日の平均乗車人員は、 以下の通りである。前述の通り、宇部市の中心部に近いこともあって、駅周辺は市街化が進んでおり、ビジネスホテルや中規模マンション等が立地している。宇部市交通局、常等案内所が近隣に設置されている。宇部警察署中央公園。ありがとうございます。